おはようございます。今日も明日も SDGs のお時間です。本日のパーソナリティは、私近藤と久保です。お願いします。よろしくお願いします。第4弾となる今回は、コトスからお届けしております。今日はですね、この手持ちの道具見てもわかるとね、キッチンラボという、もともと家庭科室だった場所から、配信させていただいております。僕は今日昨日ここに来たんですけど、すごい綺麗な場所だったのでちょっと驚いてます。そうですね、僕も初めて来た時はすごい綺麗だなと思ってびっくりしました。そうですよね、はい。僕ら1回生なんですけど、ちょっと分からない部分あるんですけど、今日は頑張っていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。お願いします。まず最初のコーナーはマイボトルダンスです。リーダーズ研修合宿チームによる、ダンスの映像があります。ぜひご覧ください。それでは京都大学 SDGs リーダー育成プログラム受講生です。今からマイボトルダンスを踊ります。おはよう朝だよ、マイボトルダンスありがとうございました。そう、僕はまだマイボトルダンス完全に覚えられてないので、ちょっと早く覚えて踊れるようになりたいと思ってます。そうですね、実は僕もまだ踊れないんですがね、一緒に早く覚えれるように、頑張りましょう。はい、続いてのコーナーは1日 1SDGs です。本日は11番の住み続けられる街づくりをです。プレゼンターは宮野和子さんです。それではご覧ください、どうぞ。今日の SDGs は11番住み続けられる街づくりをです。ゴールのターゲットは、住むのに十分で安全な家に安い値段で住むことができ、スラムの状況を良くする、また世界遺産の保護をし保っていく努力をするなどが挙げられます。特に都市の課題については、安全かつ強靭で持続可能な都市の実現も挙げられています。ここで言うレジリエントとは、いち早く元の状態に回復できる力のことを指し、自然災害等にあっても、いち早く元の状態に回復できる持続可能な都市を目標に挙げているゴールです。この強靭さについては、ゴール9の産業と技術革新の基盤を作ろうでも取り上げているので、そちらもぜひご覧になってください。スラムの状況を改善することに関して、人口密集ととても深い関わりがあります。スラムとは、近代都市において貧しい人が集まって住む地域のことです。なので、近年では格差問題でもとても多く取り上げられています。また、現在スラム下で生活する人は8億8300万人いますが、2030年までには20億人にもなるとされています。ますます格差が広がる懸念があります。また宇宙から SDGs を考える取り組みも始まっています。日本では JAXA が人工衛星を使ってさまざまな取り組みをしています。宇宙から農業を観測し、食物の安定供給にも貢献していることは、2番の飢餓をゼロにというゴールに関してとても深い関わりがあります。宇宙と SDGs の関係については、宇宙のゴミ問題についても最近重要視されてきています。気になる方はそちらもぜひ検索してみてください。終わります。ありがとうございました。そうですね。
宇宙といえば、まあ、最近初めて民間人だけで宇宙旅行に行ったことでちょっと話題になってましたね。まあ、そうですね。確かに今後その宇宙開発が進めば、まあ、SDGs のいくつかのゴールの達成に大きく貢献しそうだなって思います。僕もそう思います。はい。はい。続いてのコーナーは、京北 SDGs 白書です。こちらのコーナーでは、持続可能な京北地域を支える団体に、直撃インタビューしています。今回は京北病院の取材をしてきました。本日は京北病院の院長の森先生にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、京北と京北病院についてご紹介いただければなと思うんですけれども、お願いいたします。はい、京北病院は、京北町にある唯一の病院です。京北町っていうのは、京都市の京区の一番端っこにあるんですけども、広さが大阪市と同じ面積、そこに住んでいるのが4717人の方が住んでいるということで、はい、まあ、言えば、大阪にたった一つしか病院がない。ということで、非常に広いところで、で、しかも、どんな方がおられるかということなんですけれども、非常に高齢の方が、で、京都市内では普通、65歳以上の方の人口が 28% なんですけど、京北ではなんと 45% ということで、ですから我々の見ないといけない患者さんというのは、非常に高齢の方が非常に多いというのが特徴だと思います。はい。ありがとうございます。最近こちらの病院に赴任されたということをお伺いしたんですけれども、はい、以前勤めておられた病院と比べて、おそらくその高齢者の方が多いだとか、はい、いろいろと京北病院ならではの特徴があるのかと思うんですけれども、はい、そういったところで、京北ならではの医療のあり方というようなところを教えていただきたいです。はいはいはい、一つは先ほど言いましたように、高齢の方が非常に多いということもあるんですけれども、はい、今まで僕の働いてきた病院では、救急室というところで、患者さん見てましたので、全く知らない人が突然やってきて、はい、で、その人がまた病院に来るっていうことはあんまりないということなんですけども、地域に住んでいると、すぐそばに患者さんがおられて、患者さんの家族のことであるとか、どういうお家に住んでおられるとか、ほんで、親戚にどんな方がおられるとか、その患者さんの背景がすごくよくわかるということで、すごくそれは我々にとって、やりやすいということもあるし、もっともっとその患者さんの病気のことだけに、患者さんの生活のことまでも考えていけないといけないということを今すごく感じているところです。うんうん、そうですね。在宅医療であったり、はいはい、訪問医療ということもされておられると伺ったんですけれども、はいはい、そういったところでも結構患者さんの生活だったり、思いに寄り添ってというようなことをされているんですか。訪問看護、訪問診療というのがあるんですけれども、患者さんのお宅に伺って、通院できない人を診察したり、であるとか、お風呂に入ったりする、介護をするということをしてるんですけども、大体月間600件の訪問看護から160件の訪問診療を行っています。うん、そうすると、こう、一日に結構な回数、病院の外に出て訪問していくということがあるんですね。はい、そうなんですね。だから、この先生、とても忙しくて、午前中は、普通の診療者病院みたいに大体診察をする。で、午後は、とても忙しい。そうですね。はい、なんかその中でも患者さんの生活にすごく寄り添っていくことに対するやりがいっていうようなところを教えていただきたい。はいはいはい、うん、やりがいっていうのは本当に患者さんの一生に関わること。普段元気な時から、で、病気をされて、で、いろんな治療を受けられて、で、最終高齢の方が亡くなるんですけども、その人生の全ての段階において関わっているという。これは本当にこの地域で働くことの大きな喜びだと思っています。ありがとうございます。最後になるんですけれども、はい、今後の京北の医療になっていくという面において、はい、その後の展望をお聞かせいただきたいです。まあ、これは当然のことながらなんですけれども、やっぱり命を守るということに大事になっています。そのためには京北にいるから質の医療、低い医療を受けるということになって、京都市内、日本全国どこであろうと最高の医療を届けたいというふうに思っています。まあ、それは救急医療ですし。で、さらに僕この地域にして考えているのは、病気にならないためには我々は何をしたらいいか。地域の方と一緒になって、いろいろ健康の勉強をしたり、病気にならないいろんな栄養のことであるとか、高齢の方だったら寝たきりにならないためのいろんな運動をしていくという、
そういう取り組みをしていきたいと思いますし、幸い、京北の住民の方っていうのは、すごく結びつきが強いので、はい、いろんな福祉に関わる方とか医療に関わる人が、京北福祉安心ネットワーク協議会というのを作っております。で、最近この病院でコロナの予防注射をしたんですけれども、はい、4228人が昨日までに行ったんですけれども、その時に、この広い地域で、病院に駐車に来れないという人、地域の方が助け合って、車に乗せたところまで連れてきていただくようなことがあるので、はい、すごくこの地域の結びつきというのを感じています。で、そういう人たちと一緒になって、本当に一日も健康で長生きできるような、そういう地域にしていきたいというのが僕の今の夢です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は森先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、高齢化っていう問題は、全国的に今後も避けられない問題になってくると思うんですけども、まあ、それでも院長の先生がおっしゃっていたように、高齢化の進むこの京北の地でも、他と変わらない医療を提供したいっていう、まあ、意思はすごい僕も感心しました。はい、ありがとうございます。はい、続いてのコーナーは、SDGs メガネで巡る食と宿 in 京北です。今回は、ペンションアドモイツさんに僕がお邪魔して、オーナーの一瀬さんに取材をしてきました。それではご覧ください。どうぞ。こんにちは。ニコルド兄弟の森高です。本日は、ペンションアドモイツにやってきました。それでは、早速、行きましょう。それでは、ペンションアドモイツの一瀬さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。こちらこそ。まずはじめに、このテンションあたご道を、まあ、始めるにあたる、まあ、きっかけとか、まあ、エピソードみたいなのはございますか？もともとね、山が大好きで、で、その山の中で、山仕事、私たちの、職業は林業ですので、で、特に京都の京北というのは、木材の地場産業。これがメインになってて、その地場産業の林業というものに対して、その中でも極めて価値の高い磨き丸太、杉でね、磨いた丸太を作っていくのが特産品ということで、私たち結婚してから磨いたり山行ったり、それから下がりしたり、まあそういう山についての仕事をずっとやってきたんです。ところがね、10年ほどやってて、山も大好きやし、山の中入るのも大好きなんやけれど、やっぱり人恋しになってきてね、山だけでは。で、その時に、もともと結婚するまでに芸術が好きやって、音楽とか、それから美術が好きでね。で、そういう人たちと山の中入ってたら縁することがないので、ぜひともやっぱり一生終わるのに、その人たちと縁して、やっていきたいなという夢が大きく膨らんで、で、それから、そういう、芸術村をこしらえたかった。ビレッジ。音をいくら出しても、のびのびと、仕事ができる村をこしらえたいというのが山の中でね。それが私の最初のその思い。ところがね、そのボランティアで、全部捨てげられるだけの、資産がないわけ。だから、こういうペンションみたいなね、こういう山の中でこういうものを建てて、で、そこで来てもらって、やっぱりお金も少しもらって、せんことには採算が余るのでできひんのに。で、結局こういう建物になったんやけれど、この建物も、まあ、映してもらったらわかりますけど、北山杉の丸太で全部出来上がってる。で、それは何かと言ったら、その、床柱だとか、桁丸太とかいう概念的なものがあるんやけれど、それでなくしに、客観的にその丸太を見て、こういう使い方ができますよっていう宣伝にもつながるので、ローカルカラーを生かしたね、こういうもの、ペンションだったなということで、始めたのがきっかけ。内さんの、まあ、これまでの、なんか経験を踏まえたものと、うん、京都の京北の特産品をまあ生かしたものがまあペンションあたごみちっていうことなんですね。そうそうそう。まあ一瀬さんが一番のアピールポイントとか
魅力だと思っていることを教えてほしいなと思います。そうやね、まあ来る人にしたら好き嫌いになるけれど、山の中の一軒やから、それがまた私は魅力的に思ってるのは、隣にはお家がないしね、山の中、谷の中は走ってきて初めてこのペンションがあるっていう、これが私のあの一番好きなところ。確かになんかこんな大自然の中にドーンってあるのはなんかちょっと憧れるっていうか、なんていうかな、なんかいいなって思います。そう、だからどっぷりここに使ってても38年間ここに置きしてるけれど全然飽きない、どなたが来はってもええー、なええー、な言うてくれはんのが嬉しい。はい、うん、僕もちょっとリラックスさせていただきます。どうぞ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 。これ最後の質問になるんですけど、うん、まあ今後この、まあ、ペンションあたご道、うん、まあこれからまあどういったものにしていきたいとか、そういうのをお考えはありますか？いや、いっぱい夢あるんやけど、私自身が今80歳な、はい、そやから自分はもうこの辺で手を引いて若い人たちにバトンタッチしたいという思いがあって、私はもうここまでなんかこう頑張ってやってきたつもりでいいんやけれど、それをなおかつ私の年齢層で物事を見るのと違って、今度は若い人の目線でこのペンションを見て考えてもらう転換期と違うかなという思い、だから若い人に夢を託すっていうところが今の現在の私の思い。ありがとうございます。いいね、そうですね。もうまあ、これを見てくださってる、うん、まあ、若い人たちにもそれが伝わるといいですね。うんうん、はい、で、ではまあ、今回は、ペンションあたご道一志さんにお話を伺いました。ありがとうございました。いいね、お粗末でした。はい。ですね、実は、訪問した際に、ゴリの佃煮を振る舞っていただいたんですよね。山椒が効いていて、とても美味しかったです。ありがとうございました。僕、ゴリって知らないんですけど、どんな食べ物ですか？ですね、ゴリっていうのは、ちょっと、煮干しよりもちょっと大きいぐらいの小魚、川魚なんですけど、本当に、まあ、美味しいので、近藤くんも今度ぜひ食べてみてください。ありました。ありがとうございます。はい、続いてのコーナーは、京北から見る身近な自然です。このコーナーでは、雑草について、私たちエコールドメンバーの、門本さんが紹介してくださいます。はい、それではご覧ください。どうぞ。おはようございます。エコールド兄弟の笠本です。本日の京北から見る身近な自然は雑草編のパート2をお送りいたします。こちらの写真は前回と同じ京北の街が見える写真となっていますが、手前にはススキが写っていますね。ススキといえば秋の七草の一つ、中秋の名月には飾ることが風習ともなっています。おとといの晩は皆さん月を見ることができたでしょうか？さて、この雑草コーナーを作るにあたって、範囲の広いいろんな種類のある雑草のうち何を取り上げたらいいのか、そもそも雑草とは何なのかというふうな疑問が湧いてきました。そこで国語辞典で雑草について調べてみると、意図せずに自然と生えてくる、利用価値がなくて、名前も知られていなくて、まるで邪魔者かのような扱いをされているような草だということが読んで取れました。確かによく見る雑草でも皆さん名前を知らないものが多いですよね。ということで今回は周りでたくさん見ることのできる雑草について名前を知るところから始めていきましょう。まずはこちら、皆さん猫じゃらしとしてご存知のエノコログサです。犬の尻尾のような草という意味があってエノコログサと呼ばれるようになったそうです。今の季節には道端でたくさん見ることができます。続いてはこちら、メヒシバという雑草です。グラウンドや道端、このような砂利道などでよく見るのではないでしょうか。茎は地面を這うようにして伸びているのが特徴です。花はこの写真のように小さい方を細くつけています。そしてメヒシバと似ているのがオヒシバ、メスではなくオスです。メヒシバとの違いは、穂が少し大きくて丈夫といったところでしょうか。ということで続いては庭ほこりを紹介します。こちらもグラウンドや道端などで多く見られますよね。全体的に細かい穂がついているところから本当に庭にあるほこりのように見えてきませんか？花の部分を拡大してみるとこのような感じです。そして次、
こちらはミリケンカルカヤというものです。まっすぐスッとした様子が特徴的で、葉は葉っぱに包まれています。秋になると白くなって目立つようになります。ここまでイネ科を紹介してきましたので、他のものも見ていきましょう。こちらはヒメムカシヨモギです。白い小さい花をたくさんつけて、高さは1メートルほどにもなります。花を拡大してみると、このように白い花がたくさん集まってできているのがわかると思います。そして続いてはこちら、ベニバのボロギクを紹介します。見た目通りボロボロに見える綿毛からこの名前がついたとされています。花の先が赤いことも特徴的です。そしてそれと似ているのがダントボロギクというものです。花は白っぽく先ほどと同様綿毛はボロボロに見えます。そして最後にこちら、ドクダミです。動画で匂いをお伝えすることができず残念ですが、独特な匂いがしますね。古くから薬草として用いられてきていて、虫に刺された場所に葉っぱの汁をつけると早く治るなんて聞いたこともあります。短い時間なのでこれだけしか紹介することができませんでしたが、まだまだ身近には本当に多くの雑草があります。これを機に皆さんが雑草の名前を知って利用価値を見出せば、ただの雑草と呼ばれることはなくなるのかもしれませんね。ありました。まあ、雑草をあまり意識してみたことなかったんですけど、こう、一つ一つ名前ついていることとか、まあ、あとこれほど細かい部分があったってことに非常に今驚きました。そうですね。僕もちょっとこれから道行く雑草にも目を向けて生活していくのもいいかもしれません。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。さて、次のコーナーは、里山からのグレートリセットです。このコーナーでは、エコミットの川名さんに僕たち二人が様々なことをお聞きして、行きたいと思っています。河野さん、準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。ワーポイントの共有をお願いします。はい。それでは、まずはじめに、コミットさんではどういった授業をしてらっしゃるのでしょうか？はい、では改めまして皆さんおはようございます。よろしくお願いいたします。久保さん、近藤さん、本当にお疲れ様です。じゃあ、はい、私どもの授業を簡単に説明しますと、一緒に働く仲間の幸せと本当に世の中に役立つ環境ビジネスを追求するっていう環境経営理念をもとに、物の循環する仕組み作りを行ってまして、で、それによってゴミを減らして、地球環境に貢献するっていう環境ベンチャー企業になってます。物が循環するインフラっていうふうに言ってるんですけども、実際に許可を持っているですね、運搬業者様のネットワークを作っていって、それをシステムで管理することによって、よりこう、ゴミになってしまっているものが作り出して、リユース、リサイクルに回るような、そういった仕組み作りを行っている会社です。はい、ありがとうございます。続きまして、エコミットさんの企業としての強みは何でしょうか？はい。弊社の強みはですね、一つはシステムなんですけども、二つありまして、目利き力とシステムっていうふうに言ってます。で、目利き力に関しては、例えばリユースとかリサイクル、何が、なんて言うんでしょうね、どこでどれぐらい売れるかみたいなものだったりとか、どういったものがどういうふうにリユース、リサイクルされるかみたいな、こう、今まで暗黙知に近い、ちょっと職人技に近いようなものだったんですけども、そういったもの、目利き力っていうのをデータ化することによって、より再現性が高いものにしていこうっていうところが一つの強みでして、もう一つはそれを管理するシステムですね。どこで発生して、どこに流れていくのかっていうことであったりとか、そういった、今までちょっとこう、ブラックボックスになりがちだった、業界の初習慣を完全にこう可視化してしまおうっていうですね、そういうシステムになってます。はい、ありがとうございます。次の質問なんですけど、そうですね、はい、エコミットさんの企業としてどのような目標を掲げていらっしゃるのでしょうか？はい、目標はですね、ちょっと未来、作りたい未来っていうようなことを表現してるんですけども、今、僕たちが作ろうとしているのは、サーキュラーバリューチェーンって言ってですね、使い終わったものがゴミになってしまうんじゃなくて、しっかりこう循環する仕組み作りっていうのをしたいなと思ってます。なんか物の作るのと同じぐらい、今物が循環されることがすごく重要な、時代になってると思うんですけども、
まあ、その中でですね、この緑色の部分というのは常に我々が、まあ、事業を行っているところなんですが、まあ、リサイクルして終わりではなくて、原料をこう製造の方になるべく戻していく仕組みを作ることで、そもそもの天然資源の使用を少なくするということであったりとか、我々のサービスをご利用いただいているお客様のその先に消費者の方がいらっしゃるので、まあ、ゴミになる前に吸い出す仕組みを作るということで、ゴミをもっと減らしていこうということであったりとか、まあ、そういう形でですね、このしっかりこう循環していく仕組み作りっていうのをやっていきたいなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。なるほど。では、最後の質問なんですけれども、このここ、京北ではどのような事業を構想されていらっしゃるのでしょうか。はい。京北での事業なんですが、まだちょっと構想段階ではあるんですが、京北第一小学校を中心として、まあ、地域のですね、ものがこう循環する仕組み作りっていうのができないかなと思っていて、まあ、地域の中で、リユース品がこう循環する、まだ使えるものが次の方に使っていただけるような仕組み作りをするっていうことと、それだけだとどうしても物量に限りがあるので、地域の外も含めて、ものが循環する仕組み、まあ、さらには、地域の外でリサイクルされる仕組みも含めて、まあ、どれだけその京北っていう地域を舞台にですね、ゴミを減らすことをできるのか、あるいはもう里山のこの循環の、まあ、未来といいますか、その形っていうのをデザインできるのかっていうようなところを、チャレンジしてみたいなっていうふうに考えてます。はい、ありがとうございました。そうですね、確かに僕も日頃からね、物を捨てるときに分別とかについて考える機会は、まあよくあるんですけれども、まあ、なんか物の循環のさせ方っていうところにはなかなか目がいかなかったので、本当に非常なお話を聞きできたかなと思います。はい。河野さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい。それでは最後に今日の SDGs クイズです。今回のクイズは SDGs リーダーの高校生に出題をしていただいております。今日の SDGs のクイズは先ほども取り上げましたが、11番の住み続けられる街づくり法に関する問題です。はい。それではクイズいきたいと思います。はい。問題です。スラムとは何でしょうかということです。はい。それでは回答してみてください。お願いします。はい、どうですかね。あと、じゃあ、まあ、5秒ぐらいで行きましょうか。カウントダウンしますね。5、4、3、2、1。さあ、皆さんの回答はどのようになっているでしょうか。見てみましょう。おー、1番が 100% ということで、これはなかなか偏ってますね。はい。さあ、答えはどうなってるんでしょうか。じゃあ、答えを見てみましょうか。はい。行きましょう。こちらです。はい。はい。1番の貧困地域ということで、皆さん正解です。おめでとうございます。近代都市において貧しい人々が集まって住んでいる区域、20世紀初めにおよそ10億人であったのが、2030年には20億人になるとね、予想されているそうです。そうですね。こういった人たちをどうにかして、まあ、街づくりという観点から、まあ、解決する取り組みが増えていければいいかな、なんて思います。そうですね。また一番の、はい、目標とも関係しますね。貧困っていう問題ですね。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、はい。そろそろお別れの時間となってきました。まあ、今日、ほんと時間内に終われそうなので、はい、最後まで順調にできて、よかったです。よかったですね。はい、本当によかったです。近藤くん、今日、あれですよね。初めてパーソナリティだったと思うんですけど。はい、そうです。まあ、やってみてどうでしたか。ちょっと最初の方、ガチガチ緊張したんですけど、はい、まあ、だいぶ今、終盤なちょっと周りに目を、まあ、気を配れるようになってきたかなって自分では感じてますが。はい。なるほど。僕は一昨日初めてだったんですけど、緊張してなかなかうまく喋れなかったので、すごいなと思いますよ。ありがとうございます。はい。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。はい。バイバーイ。